とね、トークポートお話し会発売された昨日9時、ちょっと知らせするね。ウニの生活音、いいかい、ツイートするで。なんでそんなに太ったんだろうね。分からん。分からん。東京は今日寒そうですね。さっき気温見たら14度とかでびっくりした。寒いかな。自信ないよね、怖い怖い。みんな、トークポートよろしくお願いしやす。ねえ、なんか台風2号来るらしいね。台風か、もう早いね。東京もこれからある。
ね、梅雨ももうすぐで来るのかな。でもなんかもう沖縄に住んでないから台風とかももう全然なんか出会ってないですね。台風も北海道って梅雨ないんだっけ？ないけど一応何梅雨？何梅雨なんだろうそれ。わ、リランチュが20人になった。エゾ梅雨？エゾ梅雨って初めて聞いた。エゾ梅雨ってなんじゃ。調べてみよう。映像通ゆ。どんよりとした雲と小雨の日が数日続く状態を一般的には映像通ゆ。へえ、そうなんだ。髪の毛紫にしたんだけどさ、わかんないよねあんまり。でもなんか今日アマゾンで買った紫のカラー剤を追加で買いました。さっきポチった。なんかほんのり紫かな。今日は眠りらちゃんじゃないの？今日は眠りらじゃないよ。なんかさ、出かけようかと思ったんだけど、出かけようっていうかなんか行きたいところがあって行こうかなって思ったんだけど、今日雨だったからやめました。なんか自分で染めるのね難しくないんだけど、なんか少なくってその染めるカラー剤のあれが、そう少なくてね、なんか全然綺麗に染まらなかった。
トリートメント、昨日も言ったけど 90% がトリートメント成分のカラー剤なんで、めっちゃサラサラ今。そう、うちの長さだとね、あ、足りなかったね。まあだから木曜日に届くって書いてたから、まあ、木曜日のお風呂入るときにまた。でもね、なんかこの辺はすごい毛先はね紫なんだよね、割と。毛先は紫ですけど、この辺はもう全然そんなことないから。ネイルはね、ブルー、キラキラです。キラキラヒーヒー。何回落としたっけ、なんだっけ。やばい、準備しないと。やばーい。そういえば15時間寝たんだって。そう、15時間ぐらい寝てた。病気だよね。ミラちゃんが好き。そう、今回は7時半からです。いつも6時ぐらいだよね。今回は7時半から。今日小島にヘッドホン見に行った。なんかさ、リラがヘッドホン買ってからさ、みんなヘッドホンヘッドホン言ってんの可愛いんだけど。ヘッドホンヘッドホン言ってるよね。かゆいかゆい、ごめんごめんごめん、かいちゃダメかいちゃダメ。リラが買ったから買うの？うん、可愛いんだから。
ットホンはソニー派です。リラもソニーの買った。どこに置いたっけ。ちょっと今足で挟んでるからさ、携帯あんま動けない。ランディはヘッドホン、最近買ったやつはソニーのやつ使ってるよ。リラのヘッドこれめっちゃいい。最近発売されたやつなんだけど、リラが使ってるやつはこれ使ってます。めっちゃいいのこれ、最高だよ。最近のソニーから出たヘッドホン結構高かった。おばあちゃんに買ってもらったやつだけど結構なお値段しましたね。なんかさ、それもこれも話したけどさ、前アップルのやつかソニーのやつかで迷ったんだけど、ソニーもアップルも音質めちゃいいって書いてたから、なんかソニーのやつの方がなんか形的にはこっちの方が好きだったから、アップルよりも。だからリラはここにしたってのはあるかな。形とかやっぱりデザイン性は結構私こだわりたいタイプだから、まあ、音も大事だけど、でもね、なんかもうこんぐらいのレベルの値段になったら結局は同じかなって思ったんで、なんか音質的なことはだからこのソニーのやつにしました。それつけて外も歩いてるの、なんかプライベートの時はヘッドホンつけてるかな。なんか友達と遊びに行くとか、なんか人と会う時はヘッドホン邪魔だからAirPods 持ってってるけど、なんか一人で出かけてる時とかは基本的にはもとか散歩する時とかは、あとなんか結構バンド好きなんだけど、バンドの曲とか聞くときはマジでヘッドホンの方がいい。なんかライブに来てるみたいな臨場感みたいなのがめっちゃすごい。すごいよ。
かまりら、この前なんかウニがもうガチャ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 しすぎてうるさすぎてヘッドホンつけたまま寝た全然寝れた。そう、この前ショールームで流してた曲とか普通になんかねバンドの EDM が聴いてる感じのやつとかめっちゃ最強だった。なんかねソニーはねアプリインストールしてなんか自分で変えたりできるんですよ。なんか音の音質のあれを、音質の種類を変えれたりするからそれが最高だなってすごい思う。私は結構なんか重低音が響いてる感じのなんか設定にしてるんだけど、その他にもなんかいろいろあるからなんか聴く音楽によってこう変えていけるの最高だなってめっちゃ思いました。そう、ちゃんとアプリで操作できるから、そう、それがいいの。そう、だからなんか私もさ結構さ仲いい子とかさ身近な子がさなんか新しく何かを買いましたでめっちゃいいとか言ってたら私も結構欲しくなっちゃうタイプだから、みんなの気持ちめっちゃわかるよみんなの気持ちめっちゃわかる。欲しくなっちゃうよな、推しが持ってるもの。なんかさ推しが持ってるものってさ欲しくなんない？リラも推しが持ってるのって欲しくなったりしちゃう。私も結構影響されやすいからさ、人に人の口癖とかも映っちゃったりするタイプの人間だからわかるよ、みんなの気持ち。こんばんは。推しが持ってるものを揃えるのもお仕事よ。間違いない間違いないです。だからね、私とおそろのヘッドホンを買う人が出てきたら嬉しいね。もう最近リラ推し活してないからな。何の影響も受けてない。みんなランリーが好き。ラブモチベダウン、モチベ、モチベ、モチベも何もない今はモチベもなんか今は平凡に過ごしてます。昨日は、昨日友達がもしかしたら来てくれるかもって言ったけどなんか何の連絡も来なかった。あいつめ、連絡返せよ。でもね、土日は予定をちょっと埋めたんで、まあ土日に向けて今週また頑張ろうかなっていう感じですかね。
ジュール結構埋めたいタイプ。え、スケジュールは結構埋めたいタイプ。結構ガンガン埋めていきたいタイプですね。なんか暇なの耐えられないから、なんかめっちゃ働き詰めで働いて、働き詰め詰めで働いて、で、なんて言うとしたっけ、めっちゃ働いて一日なんか何にもしたくない日とかぐでんってしたい日ってあるじゃないですか。そういう日は家で引きこもって寝たりしたいけど、それ以外の日は結構どっか行ったりとかしたいかも。ね、ランリーロードショーもね、ハリポタ見たいからさ、そろそろやりたいなって思ってます。土曜日とか。土曜日とかやる？ハリポタはでも一番最初のやつしか見てない。アマプラで見るの、前見たのはネットフリかなんかで見たかな。アマプラにね、ハリーポターがないんだよね、確か。あったっけ？ハリーポターがなくて。あったかな？見てみるわ。レンタル、あ、なんかあるやつはあるけど1個しかないね。レンタル多分300円以内でレンタルできる。400円だ、アマプラでレンタルするなら。高いな。ネットフリはねあるから。顔出し珍しい。珍しいかな。そう、ランリーロードショーを土曜日にやろうかっていう話なんですけど、ただではないけど、ネットフリはね、ネットフリに加入してたら見れるね。てか待って、時間ないんだけど。次ハリポタ見るならなんだっけ。賢者の石見たんだっけ。
次、秘密の部屋、徹子の部屋、秘密の部屋見るんだけど、次見るやつ教えて、見るわ。そろそろ準備しないとやべえことに気づいた。移動しょ、いたたた、待って、なんかさ、ずっと携帯さ挟んでたからさ、足でやばい、なんかビリってきた。15分でメイクして、15分で、15分でメイクしなきゃ、やばいやばいやばい、気づいたら7時だった。そういうとこありょうな、アリラって。次何の部屋見るんだっけ。え、なんかのんのんきに歌う時間はない。わかる、ちょっと紫なの、若干わかんない、紫なの。第2シーズンが秘密の部屋、3がアズカバン。じゃあ第2シーズン秘密の部屋を見よう。秘密の部屋を見ましょう。土曜日でいい、9時半ぐらいから見よう。手洗ってくる。今から高速マッハでメイクします。ウニ元気だよ、さっき遊んだからね、もう疲れ切って寝てる。ウニ殿は霧、まだなんかそこまで、うわーめっちゃ効いたいみたいなのはないんだけど、でも私のことだから、なんか夏とかになったら切ってそうじゃない、わかんないけど切ってそうな気がするんだよね。暑いから今日髪切ってきました。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うちってマジでさ、なんか飽き性だよね、本当に。なんかビビるほど飽き性すぎて、なんか自分でもびっくりしちゃうもんね。本当にいつも髪切って後悔してるよね、リラって。なんかやばい、金だけよく怖く、いつ髪切っても後悔してる私は。でもさ、リラって結構髪伸びるの早いんだよ。あ、もちろん、髪伸びるの早いんだよね、結構。だからさ、なんか
髪切ってもまあ伸ばせばいいかってなる。だってさ、髪こんだけ伸びたんだよ。なんか結構短かった。そんなことないか。いや、まだ切らない。多分まだ切らない。5月は確実に切らないね。6月も切んない気がする。切るとしたら7月じゃない？7月入ってちょっとうわぁ暑くなってきたなみたいな感じになってからな気がする。もぴょひが騒ぎ出すのは。だからみんなまだ安心して、リラはまだ騒がないと思う。そう、なんかね、暑くなってくると切りたくなるの。だからリラの夏って毎回短いから、髪の毛暑く、6月暑いから。6月はなんか暑いってよりかはさ、なんかジメジメの方じゃない？梅雨でジメジメ。梅雨でジメジメの方がでかい気がする。雨降ってる外。今日はね、寒いよね。明日雨じゃないよね。明日は早起きなのリラ。早起きマンしないといけない。早起きできるかな。頭のポケモンポチャマ、ポチャポチャポチャマ。そう、明日はねお仕事なんですよ。明日はあったかい。でもさ、衣替えしないと本当に。今パーカーとかね、なんかしまわないと。サンリオは最近行ってない。あれはね、もう1年前ぐらいの写真かな。最近は行ってないです。全然行ってない最近は。夏に向けて H&M で買ってきました。 H&M って結構ね、いいお手頃値段で買えるからいいよね。買ったことないけどリラ、買ったこと、 H&M でお買い物したこと1回ぐらいはあるかな。なんか GU とかでもあんまお買い物したことないかも。
そう、あのトールとカオルのロケで行ったのやつですね、サンリオピューロランドのやつ。今日もインスタ後で配信終わってから乗っけるよん。まあでも前のインスタに投稿してたやつをまたなんか乗っけてるだけだけど、でもね、あと100人ぐらいでね、フォロワーがね 1.8 万人になるの。今 1.7 万人なんですけど、だから頑張って 1.8 万人に行きたいなっていう気持ちです。気持ち気持ち。温泉の写真はねまたあげるよ、待ってて後になんか後に上がってくると思うから待っててください、あげるから。待っててくれたまえ。やばい、リラ優秀だからもうメイクが終わる。そう、おばあちゃんにめっちゃ撮ってもらったこれじゃないっつってこうじゃないここって言ってめっちゃ撮ってもらいました、おばあちゃんに。早いでしょ、眉毛描いたら終わる。おばあちゃん箱根旅行、箱根行ってたんだけど、おばあちゃんたちとぶっ倒ってから箱根旅行してた時、おばあちゃんたちにめっちゃ写真撮らせちゃってましたね。そう、専属カメラマンしてもらってました。よし、終わったんご。お、10分ぐらいで終わってる。もしやもしや。あとは前髪をアイロンして、おばあちゃんは仲良しだね。おばあちゃん大好き。あお。よいしょ。今日も可愛い。ありがとう。メイクしたからマシになった。いらんちゅ、なんか歌えそうな余裕がありそう。一曲だけ歌一曲だけ歌えそうな余裕がありそうな気持ちなんで、何か、だからそれって全然カラオケしてないよね。久しぶりに歌おう。一曲だけ、一曲だけね。大丈夫、20分に終われば大丈夫だから大丈夫何を根拠にか分かんないけど、20分までに終われば、20分に終わって、終わった瞬間に出れば間に合うんで大丈夫。何歌おうかね。
どうしよう。じゃあこれでも歌おう。では歌います。私なんかダメ、可愛くないし、周りの女の子に負けてる、悔しいよ。ああ、いちごバナナアーボー、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる、私はアボカド、アボカドアボカドだし、いちごバナナアーボー、メロンチェリーオレンジ、友達までで満足するなら何も問題はないかもね。私それ以上近づきたいよ、もっと仲良くなりたい、どんな冷たい仕打ち仲間外れに、絶対あなたを諦めないよ、恋心。ああ、いちごバナナアーボー、見た目可愛いよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくない、そこに紛れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーボー、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーボー、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーボー、見た目可愛いよね、メロンチェリーオレンジ、そこに紛れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、アボカドじゃねーしでした。じゃあ久しぶりに歌った、いちごバナナアーボー、よし、そうそう終わるか。アンコール、アンコールする時間は1ミリもない。やっぱね、カラオケはいいわ、カラオケ好きだからさ、やっぱりちょっと声あんま出てなかったけど、カラオケは好きなんでいいですね。
ちごママ、マーボー、一回だけやったことあるんだよね、カレンちゃんと一緒に。アボカドじゃねえし、アボカドじゃねえし、アボカドだし。そうだよ、雨降ってるから嫌だけど。よし、そろそろ終わります。ではこの辺でランキングを読みたいと思います。13位ミンチャーさん、後マークリラちゃんが好き、ありがとうございます。そして12位が、佐々木さん、ありがとうございます。そして11位が食べ過ぎ飲み過ぎさん、ありがとうございます。そして10位がボイドさん、ありがとうございます。そして9位が鈴木一郎さん、ありがとうございます。そして8位が YK さん、後マークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして7位が夜顔龍さん、ありがとうございます。そして6位がトリオアジさん、ありがとうございます。そして5位がクロケンさん、ありがとうございます。そして4位がたやきくん、後マークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして3位があかつきさん、ありがとうございます。そして2位がライムさん、ありがとうございます。そして1位がエイトさん、後マーク永遠にリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。はいはい、ということでね、8月じゃない5月28日にトークポートお話し会ありますので、今回は特典でチェキが、私服チェキがつきます。1分1枚だから3分枠を購入した方は3枚ついてきます。1分枠は1枚ついてきます。ちょっと枠がなんか少なく設定されてるから、早めに買ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、よろしくね、みんなとお話ししたいのでお願いします。ではこの辺でさよなら、リーバイバーイ、またねー。みんなたくさん買ってね。バイバーイ。